1895年3月、ある日のお昼頃、リュミエール工場の門が開きます。その向かいの歩道には、新たな発明品、シネマトグラフが置かれ、スタートとかアクションといった掛け声をかけたかどうかは記録に残っていませんが、それが始まりでした。男女の従業員が出てきますが、カメラを見る者はほとんどいません。これが最初の映画と言われてきましたが、馬車が登場しないので違うという人もいます。ですがこれが最初の映画、リュミエール工場の出口なのです。